はい、おはようございます。山形県の塩田養鯉場です。ヤフオクにね、出品する声をね、撮影してみたいと思いますのでね、こんなところをね、数本上げてみましたので、ご視聴のほどね、よろしくお願いいたします。紅帰国竜ですね。水槽でもいいですし、横見でもいいですしね、黒いね、丸染めの墨が、すごいかっこいい個体ですね。かっこいいです、かっこいいです。15センチになりますね。はい、まあね、光り物の火移りでも言いましょうか、のドイツ語になります。光り物系統になりますね。17センチです。黄金ドイツの、まあ、すごい綺麗な個体です。水槽でもね、いいと思います。鏡鯉ですね。鱗が側線にあって、この鱗がなければ川鯉と言われます。まあ、体全体に大判の鱗が入っているもの、鎧鯉と言いますね。はい、16センチですね。黄金ドイツの鏡鯉ですね。黄金ですね。綺麗な黄金です。20センチですね。はい、黄金ですね。はい、続きまして鱗がね、全くない川鯉ですね。もっと鱗上の方にもないですしね、こんな感じですね。はい、20センチですね。はい、続いて青い鯉ですね。青い、まあ帰国竜系統の鯉ですね。光り物、はい、青い鯉20センチですね。単調のね、青い鯉なんですけどね、まあ少しハートにも見えないことはないですね。はい、五色ですね。五色、こんな感じの。五色は22センチです。はい、続きまして小さなね、13センチくらいの五色になりますね。はい、五色13センチですね。続いて紅帰国竜のね、ヒレナガになりますね。ヒレナガ鯉です。はい、16センチになりますね、ヒレナガは。はい、続きまして、まあドイツ三色ね、紅雲竜の血が入ったドイツ三色になりますね。はい、こんな感じですね。13センチですね。ドイツ三色13センチです。はい、極小のヒレナガね、極小です。まあ近畿移りですね。光り物と、まあ大正三色の愛の子なんですけども、まあ墨を持った黄金とでも言いますかね。9センチか8センチぐらいのところなんですけども、小さなね、鯉ですね。はい、9センチ、あ、8センチぐらいかな、8センチぐらいの極小のヒレナガ。はい、ドイツ三色のね、一応単調ですね。後ろの方にちょっと火はありますけど、まあ単調として見るにはいいんじゃないですか。墨もね、淡々と乗ってるので面白いかと思います。こんな感じの鏡鯉ですね。鱗の側線に大判の鱗がある鏡鯉です。はい、17センチですね。はい、ドイツ三色です。まあ丸天の素直な、水槽とかでも面白いドイツ三色ではないでしょうか。15センチですね。15センチ、はい、はい、ドイツ三色ですね。紅雲竜の血も入ってるので、紅雲竜とドイツ三色の愛の子ですね。ドイツ三色いかがでしょうか。はい、はい、12センチです。ドイツ三色、はい、紅帰国竜ですね。墨もしっかりしててかっこいいです。はい、16センチですね。はい、ドイツ紅白ですね。ドイツ紅白になります。こんな感じのドイツ紅白です。はい、ドイツ紅白21センチになります。はい、山吹黄金、山吹黄金ですね。綺麗です。山吹黄金は16センチですね。はい、ドイツ三色ね、横身の水槽でかっこいいと思います。ここら辺綺麗です。横身の水槽でどうでしょうか。15センチですね。はい、15センチのドイツ三色、水槽でかっこいいです。いかがでしょうか。はい、こんなところを、出品してみたいと思いますので、入札のほどね、よろしくお願いいたします。黄金とかもね、綺麗ですし、あとはまあドイツね、これ横から見るとね、すごい綺麗なね、ドイツ鯉ですんでね、とても横から見ると綺麗ですし、あと紅白とかもね、横身で、あのシンプルな模様が、かっこいいですね。あとまあ単調ね、単調の
3色、ドイツ3色ね、ちょっと後ろに火はありますけども、まあ綺麗な、炭を持ってますんでね、これからね上がってくる青炭とかもありますしね、変わってくるかもしれないですね。黄金綺麗です、黄金綺麗ですね。あとまあヒレナガのね帰国竜ですね、こっちもね同じ系統の帰国竜ですけどね。あとまあ五色だったりとか、まあ、小さいねヒレナガ水槽用ね、青い鯉ね、青い鯉とかいますね。この青い鯉もねちょっとハートの形した青い鯉、こんな感じのね黄金ドイツ、側線が綺麗です。あとまあドイツ系のね、まあクモン竜とねドイツ系の血が混ざってるのでね、まあクモン竜、ベニクモン竜としてもね、三色ですね。あとまあ帰国竜ね、ベニ帰国竜、こんなところです。それではね、また今日は雨なんですけども、またね、晴れてくれば野池とかにもね散歩に行ってみたいと思いますので、引き続きねご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではさようなら。